看板トルコ記念館は、和歌山県串本町の黄色島にある、町立の博物館。1890年9月16日に、黄色島沖で遭難した、オスマン帝国のフリゲート艦エルトゥールル号の模型や、乗員の遺品のほか、トルコ政府から寄贈された品々を展示している。日本赤十字、平時国際活動発祥の地、記念碑串本町記念館の由来は、 オスマン皇帝の特使を乗せて日本に派遣されたエルトゥールル号が帰国の途にあった1890年、歌詞の先東大近くで座礁したことにある。犠牲者587名という大惨事であったが、地元大島村の人々はトルコ人の遭難者に温かい対応を行ったことが日本とトルコの友好の始まりとして有名なエピソードになっている。 トルコ記念館はこの出来事を記念し、1974年12月に、遭難現場付近のキー大島に建設された。二回展望台からは、エルトゥールル号が座礁した地点を見ることができる。串本町、カシノの海岸 ABC 串本町トルコ記念館、条例、アタチュルク像、串本に到着安住の地、6月3日に、除幕式、日本財団ブログマガジン、 2019年8月27日閲覧。ありがとうございます。